レジ袋が全国で有料化されたのは去年7月。今やマイバッグを持つのが当たり前の光景となりました。さらに無料で無条件でこのワンウェイ使い捨てプラスチックのスプーンやフォークが配られるということもなくなっていく。政府は9日事業者にプラスチック製品の削減を義務付けるプラスチック資源循環促進法案を閣議決定。今の国会に提出し来年4月の施行を目指しています。法案では飲食店やコンビニエンスストアなどに対し無料で提供するプラスチック製の使い捨てストローやスプーンの有料化などを求めています。コンビニの使い捨てスプーン有料化されたらどうしますか？まあ、オムライスを買った時とか多分めんどくさいだろうなと思いますね。もう有料になるのはいいことだと思います。マイスプーンとかはまだないのでなんかこう可愛いものが出たら使ってみたいなと思います。今世界では年間800万トンのプラスチックごみが海に流れ出し環境汚染を引き起こしています。私たちの暮らしにも関わる脱プラスチックの動きをもう一掘りします。もう一掘り。ここにですねマヨネーズのゴミがありますね。とかあとまあタッパーとかですか。あとこのジプロック的なやつですね。札幌市東区の生駒さん、夫婦と2人の子供の4人家族です。去年のレジ袋有料化の前からマイバッグやマイカゴを使うなどプラスチックごみ削減を実践していました。無料のプラスチックのスプーンももらわないと言います。実際はそんなには意識はしていなかったんですけど、まあ使わないものはもらわなくてもいいかなっていう。しかし冷蔵庫を見てみるとプラスチック、いやほとんどですよね。冷凍庫はタッパーこんなトレーとしてなんか保冷剤とかも野菜が買ってきたまんま入れてるのでほとんどビニールです長男の英介ちゃんと一緒に5日分のプラゴミを床に並べてもらいました。パックの惣菜などはほとんど買わない生駒さんですがこれだけのプラスチックゴミが並びました。意外にあるなと思いました。減らしたり使わなかったりっていう努力を今のうちにしておかないといけないのかなと思います。こちらは夫大地さんと長女のひなせさん。おもちゃの棚を見てみるとどれぐらいプラスチックあるかな。これとこれとこれとこれこれこれと身の回りのプラスチック製品の多さを改めて実感しました。私たちもエコに気をつけているので、ただその企業側も今後そういう人たちがもっと増えるように片付けやすいようにとかより分類しやすいような手立てとか取り組みっていうのも一緒になって行っていただけたらなとは思ってます。札幌の生活雑貨の店ではエコな商品が注目を集めています。こちらの持ち手が全てのパーツと組み合わさることによってコンパクトながら、スプーン、フォーク、箸がこの一つで使える商品となっております。こちらは普段お家で使っているスプーンを持ち運ぶときに使うカバーとなっております。国がプラスチック製スプーンなどの有料化を目指す動きに合わせこうした商品を増やしていく予定です。エコに対する意識が最近高まっていると思いますので今後使ってくる方が増えるのではないかと思っております。